田中鈴木おぉえ、スタートおぉということで、先週もお知らせしましたけども、はい、12月14日の放送で電人、月茶24日ね、あ12月24 日, 24日、ねはいはい、の放送で、電人月茶アワード2015を行います。いはいと各、その部門賞を発表しますけども、今日はですね、うん、あの電人月茶アワード2015の実行委員会から、おそんなのある、はい、おまた来たよ。実行委員の CG 班が来ておりますので、 CG 班さん、 CG 班CG 班さん、 CG 班さんかどうかじゃないけど、 CG 班さん、あ、はい、来たよ、よろしくお願いします。 CG 班さん、 CG 班さんに中国から来てくれた、はい、よろしくお願いします。詳しいこと教えていただこうと日本語ペラペラだからね、はい、先週に引き続き改めて電人月茶アワード2015のお知らせです。これ日本人真っ二つやないか、こんだけ喋れる向こうの人、去年投票してくれた人はどんな感じでね行われるかご存知だと思いますけれども、はい、初めての方もねいらっしゃると思いますので改めて説明させていただきます。はい、あ、ちょっと痩せたって書いてあります。いや、痩せました。10キロぐらい。あ、10キロぐらいじゃない、病気、いやいや、痩せました。俺師匠じゃないの、あの人。長なるから、そうそう、あの電人月茶アワードですね、ユーザーの投票をもとに最終ノミネートを決定します。来ていただいたゲストの方とかタイトル、取り上げたタイトルはもう数えきれないほどありますので、うん、最終ノミネート、こちらの番組スタッフサイドで決めきれないということで、やはりですね、あの見ていただいた皆さんに決めていただくということになります。はいはい、でこの番組見てる人があれは入るだろうなって思っててもメールでの投票が、来なかった場合は最終ノミネートに入りません。ガチですので、はい、なのであなたが心から思う今年電人月茶が取り上げた面白かったゲーム、面白かったゲストをですね、投票していただきたいと思うんですけれども、はい、普段そんなにメールファックス、まあファックスはね毎週やってますけれども、あまり紹介しない番組は急にね投票が肝心ですって言われても、あの信用できないし、いきなりかよって思っちゃうと思うんですけれども、うん、まあ、そのね、気持ちに応えていきたいという、投票の気持ちに応えていきたいということ、そして12月24日です、今年はクリスマスイブですね、はい、ということも合わせてですね、投票してくれた方には豪華なプレゼントが当たるチャンスがあります。豪華ってまた、あれ読まなきゃ、また素敵なサブシールとかね、ね、豪華の使い方が違うんだ、ちゃんとあるのそれは、ね、あるんです。これも去年ね見ていただいた方はご存知だと思うんですけれども、うん、去年のプレゼントした本数、先ほど改めて数えてみたところですね、38人当選してました。お、相当な数ですよこれは、はい、まあ、ソフトとか、ね、ポスターとか T シャツとかカレンダーとかね、いるんじゃないですかね、いると思うんですけれども、ね、どうせダンボールっていうね、ダンボール、カラーボールもね、ご要望があれば出しますけれども、そうじゃないんですよ、ゲームソフトとかポスターとかねありますから、今回も、電人月茶を支えていただいたメーカーさんにご協力いただいて、ゲーム、うん、アニメ関連の素敵なプレゼントを出しますので、はい、はい、そしてですね、あの月茶レギュラー陣の皆さんにもですね、何か出していただきたいなと思っているんですけれども、で、去年出していただきましたよ、名人は尺八とね、PC エンジン、あ、これ PC エンジン先に言うべきですね、尺八とっおかしな話になってますけれども、尺八はどうでもいいんだよ、どっちかっていうとね、今年も出していただきたいんですけれども、僕去年ギターですよ、ギター出しましたね、中間さんもギター出しました、ね、めっちゃちゃんとしたプレゼント、あれおいくら万円なんですかって忘れましたけど、あれ結構高いじゃないですか、高いんですよね、何が、柳原さんはね、あのモンハンのジャージ出していただいて、あれですね、手に入らんやつね、今では、あやのほうはコップっていう、あ、そうそう、手作りのね、手作りのね、コップを出していただきましたけれども、はい、
あの電人アパレル班もちょっと作りましょうね。あの去年はトートバッグとか作りましたからね。あのアパレル班がカメラやってるってよく分かんない状況なんですけど、ね、本当だね、はい、こういう形でやっていきますよということで、豪華なプレゼント当たるのはアワードに投票してくれた人だけになりますので、投票ぜひお願いしますと。で、今年の半ばから見始めたとか、ここ数ヶ月で見始めたっていう方もいると思いますけれども、自分が見た中でで結構ですので、印象に残ってるゲストとか、印象に残ってる作品を投票してくださいと。で実はですね、アワードのサイトですね、できてはいるんですけれども、投票が始まるのは来週からになります。で先週部門賞9つありますと紹介したんですけれども、投票の対象になるのは8つですね、8つですので、8つの各賞をコピー&貼り付け、コピペしてですね、それぞれの賞のノミネート一覧の中、これノミネート一覧はこの後、できていきますので、選んでいただいてメールで投票してもらうということになります。新人賞、最優秀ゲスト賞、グッドファックスデザイン賞、ベストプレイヤー賞、声優ゲッチャーアワード、新作ゲーム賞、アニチャオブザイヤー、ゲッチャオブザイヤー、この8つになります。いや、そりゃずるいでしょ。いや、もうダメでしょ。新人じゃない、初めて出た方になる。新人は1回出たらもうダメでしょ。新人にカリスマなんてつかへんから、ね、そう本当その通り。このサイトはぜひですね、皆さんブックマークしておいて、いつでもアクセスできるようにしておいてください。あのタイムシフトでね、水曜日とか見てる方はこのサイトアクセスすると、もうノミネートの一覧ができてると思いますんで、はい、で注意点がですね2つあります。何でしょう。去年やって気づいたことみたいなところなんですけれども、あのファックスを投票している人から選ぶグッドファックスデザイン賞っていうのがあるんですけれども、こちら、ノミネート去年した時に、あの結構送ってたのに投票のサイトに俺の名前載ってなかったんだよな、私の名前載ってなかったんだよなっていう人がいたんですね。これも必死でこちらも、ね、過去のファックスを見てやってるんですけども、もしかしたらそうやって漏れてしまう方が出てしまうかもしれないということで、今年はグッドファックスデザイン賞に関してはですね、我こそは今年ファックス投稿を頑張ったぞという方にですね、立候補していただきます。立候補していただいて、そこから最終ノミネート、投票してもらう。じゃあ今からでも間に合う。そういうことやね。まあそうだね、1枚しか送ってなくても自分で言えばいいんだもんね。分かんないですね。俺は今年頑張ったであればいいんだけど、この1枚書くのにどれだけのみたいな。今日のエンディングまでに送っときゃ、そうですね、1枚ってなるからね、次戦他戦は問いませんみたいな、はい、というところですね。我こそは頑張ったぞという方は、グッドファックスデザイン賞、メール送っていただいて、メールの件名グッドファックスデザイン賞立候補で送っていただく、もしくはもちろんファックスでもかでございます。立候補の締め切りは12月16日水曜日の23時59分までとさせていただきますので、タイムシフトで見ているファックスよく送っている方は、立候補忘れずにということ。そして注意点その2、もう一つあります。アワードの投票自体はね、このグッドファックスデザイン賞の立候補者が出揃ってから、スタートするということになるんですけども、投票するときに注意していただきたいのは、名前を書いていただきたいと。いつも電人ゲッチャーのプレゼントの当選者の発表は発送を持って返させていただいてますよね。誰々当たりましたっていうのは言ってないんですけれども、電人ゲッチャーアワードのプレゼントの当選者は12月24日の放送の中で発表しますんで、当選者の発表するにあたって必要になるもの、まあ、それ名前になりますね、ペンネームでもいいですので、投票の際には必ず自分の名前を書いて、投票してください。もちろん名前書く欄を、ね、作ると思いますので、名前を書くのを忘れずに。去年プレゼント発表し始めた時に、名前書くんだったのっていうコメントが結構出たんです。なので、名前を書いて投票していただきたいなと思います。はい、去年ランナーさんあの直接来て、ね、受け取られて、そうはい、行きました。聴者も出ちゃうんだ。出ちゃう。っていうか、サイレントランナーさんは新人賞？なんかさっきそういうコメントありました。でもただ去年ですから。そうじゃないよね。出演というか、出演じゃないもんね。まあ、コンパスパーティーお化け屋敷遊びに来てましたけど。遊びに来てましたね。まあまあ、それはそうです。来てた。はい。投票自体は来週の放送から、ね、12月17日の放送からスタートしますので、本当タイムシフトで割と遅い水曜日とかに見てる方は、先ほどのですね、このサイトをチェックするのを忘れずにということで、以上電人ゲッチャーアワード2015のお知らせでした。ありがとうございました。素晴らしい。なぜ宮尾進むで終わる人が誰もわからない、はい、ありがとうございます。目指せ大冒険、レベルは
開けて。